また来て、いろんな滋賀県警がやってきますね、今日は。それぐらいで来るかなぁ。バリバリ行くな。あ、ちなみに今ね、ちょっと橋に入って中央に押しながらやってましたけど、ここは白線のところですからね。多少そういったライン取りを、気が出なく、よいしょ、よしよしよし。よいしょ。ブライブラシこういったところで、ね、おお、真っ黒に。ちょっとセンター寄りでね、こういうところ走った方のタイヤの負荷はね、減るんでね。さあ、まあ多少ですけどね。あ、でもそんな山の方を見たときにお天気大丈夫かなと思ったけど、全然大丈夫でしたね。よいしょ。ちなみにあれですかね、ちゃんとあれですかね。ここ、もうさっきのね、あの標識の数が変わってますけど、あの、ここは追い越し OK のところなんでね。ああいう感じで、また、これだけ曲がってるとね、あの、対向車の方が見えないんでね。一応ここら辺も追い越し禁止にはなってないですけど、まあちょっと行くには危ないよねっていうところですよね。この辺りとかも。死角が多いですからね。そう、こういう感じでバイクがビュッと来たら、カーブの先だとね、追い越しかけた時にちょっと危ねえよってなるんで。そう、先のところぐらいなんだよな。あそこはちょっと直線が長いんでね。見通しが効くんでね。あの、あそか、カメラだと映ってないですけど、後方でね、あの、ウィンカー出してね、抜くよって感じのね、合図を取ったんでね、それでちょっとうちも見寄せて、ブレーキランプね、灯してっていう感じで、行ってっていうね、あそこしかないですからね。どうしても、コーナーの速度とかが、違いすぎますからね。あ、でも、これをさっき関わった側の通行なの。よいしょ。よいしょ。あら、やってたね。こんなとこで。よいしょ。まあ、どっちにしようね。そう。まあ、やれるなら、そんな感じで。まあ、ネタはいくらでも思いつくし、ドライブ動画でね、ガーッと引っ張ってもいいし、ね。お出かけしてもいいし。で、平日にね、ガタガタガタンと編集して、まあ、平日だと行きにくいところにね、そう、動けるようになるんでね。まあ、一クリエイターとしてはね、もちろん、そういう風な感じで、専属でね、動画投稿とか、まあ、あとやるなら、小説書いたりか。最近全然書けてないけど。あれももう独自サイト、昔はね、独自サイトで開いてっていうのでね、あれやってましたけど、まあ今もいくつ持ってるんで、独自ドメインだけは、
何かしらの形でね、残そうのは残すでやっていくつもりですけど、やっぱその表現の、こととかね、やるときに、その、今も YouTube なんかね、規約変更で一気にね、やりたいことができなくなるとかって言ってわーってなってますけど、そういうのをね、のリスクマネジメントっていう意味でも、自サーバー、本当はね、自サーバーで持ってやるっていうのが一番、責任も100%になりますけど、自由度も100%になりますから。そういうような感じのことをね、やりたくもあるんですけど、この際選挙区なんか、もうこの際はもう、ああ、もうこの際は人のか。よっしゃ。抜けてきましたね、東大海の方まで。明るいな、今日。しょー。じゃあ、ブラッドシガをブラッドしましょうかね。まずは朝飯か。まあ、さっきもね、エビカツバーガー食ったけど、それぐらいですからね。で、あとそう、ショートはショートでね、とかロング動画のね、消費を考えないといけないんだけど、それとは別にショーツもね、ちょっとなんか、ちょっとまとめてドーンと上げてね、やったりとか、お祭りレーみたいなの作りたいなーとも思っとるし、いやー、ダメだ、体がいくつあっても足りんよ、こんなの。よいしょ。本当ならね、うちのところなんて編集はそんなに難しくないんでね。キッシーさんとかなあたりに、ご返しやしたい気もあるんだけどな。パソコンねえんだよな。うちの動画はね、編集はしやすいとは言ってもね、これね、ちょっとね、スマホだとね、相性悪いやり方なんで、でっかい SD カードで撮ってね、やるような形で、それを編集かけてやってるんでね。元データはすごくでかく、結構でかくなっちゃうんで、うちのところの場合。素材が何十時間とかね、撮影したりしますが、今日はまあ何十時間はいかないとしても、多分、5、6時間は来ますもんね。ってなるとまあ、ちょっとしんどくなっちゃいますもんね。さあ、日野町に入りましたよーっと。今甲賀市ってなってましたか？甲賀市ね。甲賀市ってなってましたけど、甲賀の中でも一番、ちょっと、市町村合併でできた端っこのところですからね。メインのところは皆口とかね、あっちの方なんで、国道1号線沿いの方なんで、こっちはもう完全に別ですからね。さてと、まあ、里へぼちぼちとやっていきますか。一応やりたいことはやってもらったら、8時に終わっちゃったな。今から知多半島道路の方に出るかもないか。いちいち行くのしんどいな、さすがに。なんかこっちの方来たから、なんかこっちの方で、有料道路ないかな。滋賀って有料道路ある。琵琶湖大橋ぐらいしか思いつかねえ。他になんかないかな。一般有料道路ですね。別に会ではどうせ新名神使うんで。よいしょ。